こんばんは、マサ46494です。今回は、イベントで、なんだっけ、最悪の支配者のベジータ王さんと戦っていきたいと思います。それでだ。なんか素晴らしくないもん、たくさん来る。せーの。まあ、あと6個で回せるんで、さっそうと貯めていきたいと思いますが、あ、ご飯だ。青年ご飯。あ、ご飯。こっちの、はいいよね。こっちの方がいいやんって言うけど、どういうことやねん。あの、セリセンのご飯がね、なんかやっぱかっこいいよね。って思ってしまうんですよ。定番みたいな。ベジータを出たとしてもなんか使わなそう。っていう。マジか。スーパーサイヤ人たち。いいね。この、やっぱ毎回言うけど、このなんか、このテーマソングみたいなのがかっこよ。全然かっこよ。多分、3パンしたんじゃない？ 3 パン？ 3 パン？ 1 パンずつ。かっこいいね、やっぱり。戦闘士なんかね。最初単純じゃねえと思ったけど、やっぱなんか、しかも、この速さかける2倍にすると、さらになんか、ええやん、みたいな。いい感じの速度。スタミナを回復しました。はずだろね。ついさっき言ってか、今日、ヌトをスキルマにしました。全くドラゴンボール関係ないけど。よろしかったら、パズドラの方もやってるんで、そちらの動画も見てください。ということで、ということで、さっそうとベジータ王に勝たないかな。ケイショール。闇なのか。闇ってかな。パズドラのあれがあるからなんか闇で落ちる。動画ブラスター、強そう、うん、まあまあだな。ベジータがベジータに攻撃した。どっちが早いんだ。もしかしてノーマルに俺戻しちゃった。この悟空ちょっとかっこいいんだよな。なんか。絵柄が？これで終わりじゃん？あ、2倍だったね。これが2倍だね。ヘイ！よっしゃ。5分経ってないよ。来たよ。ランクもね、順調に見上がってるからね。遅いな。はい。からのだ、からの。遅いな、マジで。ちょっと待って、通信の、あれで、遅れちゃってるよ。18号かわいいな。しゃ。さあ、行きましょう。は
ハードモード、トランクスとか使うとハトフルを使ってるイメージがあるよね。HP 上昇みたいなね、まあ、ハトホールよりはいいんだけど、あれは確か光属性のみだしね。ドラゴンボール、なんか最近そうだ新しいシリーズ始まってるみたいなんだよね。全然見てないんだけど、面白いのか。なんかちょっとチラッと見たやつで、あの YouTube にアップされてたやつはなんかなんだっけ、ビルスだっけのとなんか映画のやつとちょっと一緒な絡んでるやつが最初に出てきてるみたいな、そんなやつだった気がすると、ゴッドを知ってるか的な、そんな感じ。どれぐらい強くなってんだ。変身ランマからの悟空、シャー必殺技、よいしょ、ハメハメハだ。強っ、やるな。このターンで全員トランクス、割れた。勝った。まあハナドまでは余裕だな。 K、 問題は Z ハード。Z ワードがね、なかなかどうして勝てない。勝てないっていうか、確定勝ちまでいけないですね。へい。あ、もう勝ち気味。やっぱ、Z ワード行かないと無理か。じゃあ、今回は Z ワード行こうと思ったが、1足りない。そして音が崩れる。行くなってことかな？行くなってことかな？え、ということで、行くなっていうことっぽいんで、最悪の支配者、しかも音なくなったし、最悪の支配者の Z ハード、まあ、この前やった謎の覆面強戦士も Z ハード残してるんで、その動画を近いうちにアップしようと思います。はい、ということで、ドラゴンボールドッカンアプリの最悪、暴悪？暴悪だったの？最悪だと思った。暴悪の支配者、ベジタオでした。よろしかったらチャンネル登録と、グッドボタンをお願いします。じゃあね。